今回は引っ掛けクイズです。真面目に考えるとイラッとするかもしれません。頭を柔らかくして考えてみましょう。制限時間は20秒です。それでは問題スタートです。紙袋、胃袋、袋叩き、今袋と何回言ったでしょうか。答えは1回でした。袋、袋、袋なので、袋と言ったのは1回です。今、東京発名古屋行きの長距離バスが走っています。乗客は30人ですが、そのうち女性は12人です。このバスの運転手さんは何キロで走っているでしょうか。答えは走っていないです。バスの運転手さんは運転席に座っていますよね。一円玉はアルミでできています。では100円玉はどうでしょうか。答えは、いいえ、違いますでした。100円玉は銅だけではなく、銅とニッケルを合わせた白銅でできています。1000円で税込み500円の買い物をしました。帰り道に100円落ちていました。今、この人はいくら持っているでしょうか。答えは500円でした。100円は落ちていただけで拾ったとは言っていませんよね。東京から大阪まで500キロとします。今東京から大阪間の新幹線のレールには1メートルごとに枕木が引かれているものとします。さて、東京から大阪間のレールの上には何本の枕木が置かれているのでしょうか。答えは0本でした。レールの上には枕木は置きませんよね。以上で問題は終了です。あなたは何問正解できましたか。ちょっとイラッとしたあなたは結構真面目な人かもしれませんね。
入院した花子さんのために友達がフルーツを持ってきてくれました。いちご、メロン、リンゴ、この中で花子さんが一番嬉しかったフルーツはどれでしょうか。この問題の答えはズッキュンの過去の動画で見ることができます。概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。この他にも様々なクイズを配信しています。頭の体操としてぜひ活用してくださいね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。